にせ、この先のゼノンセクターに偵察衛星を設置しろっていう。敵が出待ちしているかもしれない中域に飛び込めと。相応の危険手当は前金でもらってある。しゃあないな。突入と同時に反転離脱できるように低速で侵入するぞ。突入までを4 3 2 1 0.5 0.3 0.1 0.05。カウントをから8秒ぐらいで突入したな。誰も5秒とは言ってない。セクターは皇帝の誇り。目の前に地球っぽい惑星があっていい雰囲気じゃないか。油断するなよ兄者。ここはゼノンセクター。ゲート前に敵はいないようだな。目視で造船場確認。ズーム機能のおかげで目視偵察がしやすくなったな。こっちは防衛プラットフォームか。さらにソーラーステーションと隣のセクターへの加速装置。なるほどね。とりあえず人工衛星を設置しておくべ。で、先のセクターも軽く見ておくか。ジャンプゲートと違って高速移動だから移動後の挙動に注意だぞ。おっと、出待ちされてた。レーザータワーバリア展開、ついでに人工衛星。ぽい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 。人工衛星もポイッと。そして速やかに反転離脱だ。レーザータワーぽい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 。進路を設定して、レーザータワーをばらまきながらトラベルドライブ起動。後方から敵機が追尾中。振り切って逃げる。なぜミノタウロスできてしまったのか。だって俺ら他に船持ってないし。これを機に慎重するべきだと思うぞ。仕事の内容がミノタウロスでは厳しくなってきた。ミノタウロスを下取りに出してフリーゲートでも買うかね。それもいいな。おっと、敵ステーションに突っ込まないように進路修正と。とりあえず偵察は完了かな。任務完了、 RTD。 離脱が遅れていたら軽球に捕まってたかもな。クック、早速レーザータワーバリアでゼノンが駆除されておるわい。さっさと帰って報酬もらって、感染のカタログを取り寄せようぜ。カタログで新車を選びながら、アザラシでいっぱいやるか。さて、前回は怒りの連投セクターを解放し、先ほどヒグマが皇帝の誇りセクターを偵察した。現在、船乗り猫協会は異端者の最後セクターを拠点に、ザイアースとパラミドの飛び地に対ゼノン支援を展開している。ゼノンから解放したザイアースの領地は次々とテラディ領にされてしまってる。迅速領までもテラディ領になり、タルカの滝にもテラディが進出。グリッド属領にも防衛ステーションを建設しようとしている。それだけでなく、ザイアース統治領にまでテラディは手を伸ばしている。東部でもゼノンと激戦を繰り広げているのに、北方での領土拡張に乗り出すトカゲ。ちなみに、こいつらはゼノンに返り討ちにされて全滅。ステーションも破壊されて領土化に失敗している。トカゲは急ぎすぎた。グリッド属領には防衛のために新駆逐艦のトモットキャット艦隊を派遣。散発的なゼノンの攻撃に対応している。気分転換に軽球クッキング。背中側から取り付いているの。グラビトンタレットの音が怖いな。サッと張り付いてっと。部位破壊していっているの。無力化していたら味方艦隊が到着。急いでタレットを破壊。突っ込んだ艦から被害報告。シールド半分残ってるから応戦しし。今度は海賊被害の報告。引火点なら安全だから逃走指示で。そんなことしているうちに軽球を撃破。グリッド属領の平和は守られた。無敵のトモットキャット艦隊だな。温存されてザコ狩りメインになり気味なだけよ。で、アブシット艦隊の方は、トカゲ警戒艦隊がメニカ艦隊と合流したことで、アブシット艦隊がトカゲ警戒艦隊に代わって翌輪狩り担当となった。アブシット君温存策。前回のパラミドの飛び地支援作戦中も翌輪狩りに励んでもらっていた。数隻のフェニックスエイを撃沈。そしてテウタで解体して自然化。ダームやでん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 で。ステーション破壊に時間がかかったおかげで工場の利益がたまり、アスガルドの設計図を入手。なお、地方の設計図を忘れて後日に再購入。問題は資源不足。工場の増強はしたものの、採掘船が不足し、資源を購入しても足りない状況に。そのため、採掘船や交易船の増産を先にすることになった。まだまだアスガルド建設は遠い。ちなみに、ラプターはすぐにでも建造できちゃう。しかし、艦載機のめどがつかないためザイアースとパラミド支援を優先。
パラミド支援のために、特大型のアトラス E の設計図を購入。アトラスセンチネルは？大パーツだから黒歴史にした方がいいんじゃないかな。使うなら見た目優先ってことでモニターを採用したい。ほん。てなわけで、異端者の最後造船所ではザイアース向けのラプターを建造し、ザイアースからがっつり報酬を受け取った。さらに続けてパラミドのアトラス E を受注し建造。アトラス E。特大型の造船は莫大な利益を生み出している。さらに下ではザイアース向けのラトルスネークを建造。これらの利益は艦艇設計図の購入に利用していくことになる。ちなみに、インカ艇の造船所では自社運用のための民間船を増産中。ザイアースやパラミド支援に必要なバッファロー級貨物船と採掘船を増産。戦力の方は露覚したゼノンの整備で増強することにした。露覚したゼノン艦艇でゼノンフリートを結成。HQ を機関に PE と F で編成。B 級は貴重なので本部防空部隊に編成して温存。機関の HQ はタイムラインの報酬で入手できる砲機関。困難な異常作戦をせずにゲット。防衛ドローンを大量に搭載して物量で対応。ゼノンフリートは主に採掘船の活動中域で対カークに専念してもらう。カーク相手なら存在も少ないだろうからな。この HQ は失いたくないってのもあるけどな。舐め回すように観察。メニカ艦隊の補給完了までひたすら金策。ミノタウロスレーダーによる食料と医療品の供給。海賊船を没収して人道支援って設定、すっかり忘れてたな。早々に海賊相手の略奪がメインになっていったもんな。略奪したコンテナ戦利品も売っていかんとな。人道支援ミッション完了で44万の報酬。実際には食料と医療品の売却益もあるから、もうちょい稼げてる。さらに略奪品売却で176万の収入。やはりコンテナ回収は美味しい。経営の方に集中していたところでヒグマから報告。皇帝の誇りでパラミド遠征艦隊が大規模な反攻を開始。すでに防衛ステーションの一つを破壊。造船所に対して攻撃を開始しているとのこと。急いでメニカ艦隊にも進軍を加盟。異端者の最後造船所で建造されたオデュッセウス E が大量投入されているな。造船支援が実を結んだな。そうなるとゼウス E の設計図も買った方が良さげ？その前にパラミド支援の必要がなくなると思うぞ。すでにパラミドの飛び地周辺のゼノンは弱体化。皇帝の誇りを制圧したら北西方面は安泰になる。残りのセクター解放はメニカ艦隊の現有戦力で十分だ。ふむん。とりあえず、メニカ艦隊の派遣を急ごう。メニカ艦隊が到着する頃にはゼノン造船所はパラミドが撃破済み。メニカ艦隊が皇帝の誇りでゼノン防衛プラットフォームを発見。パラミド艦隊はソーラーステーション攻撃に集中してこっちには来ていないようだな。我が艦隊のみで対応していくか。ゼノンの防衛ドローン部隊が接近中。迎撃、対空弾幕展開。各方のウェポンズフリー、自流射撃。前回は戦闘がよく見えなかったから、今回はじっくりと観戦しようかね。キョロキョロしすぎ。いやー、見たいところ多くてアングルが定まらない。敵防衛ドローンを殲滅。ゼノンステーションも破壊。皇帝の誇り4はパラミド用に。隣の皇帝の誇り6が北西端のセクターだったな。まだ北西方面のゼノンふ頭を確認できていないから、おそらくこのセクターに存在するだろう。決戦の機運高まる。といったところで、今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオチャオー。端のセクターの割に静かだな。嵐の前の静けさとなるか。